アメリカ、レオタードの真っ赤なレオタードに変えてきました。持ち点は 9.675。 今年22歳になりました。高校1年の時からこの新体操の世界に入りました。場内からエリカコール、まあ、後ろを振り向くあたり余裕があるんですか？なんかあれをやらないとまた調子が出ないらしいですね。自分でだいたいリズムができてるんですよね。なるほど、はい、これは新しく組み立てた演技で、秋山自体は非常に乗ってやってますので、こういうような構成に他のものも徐々に変えていったらいいんじゃないかなと思うんですよね。要するに休むとこがない、次から次へと乗り切れるような構成といいますかね、はい、曲はジプシーの女。回転ジャンプはいいですね。その前の後ろから取るところにちょっと乱れが出てしまいましたけれども、一度リボンをいつも張ってる状態で使うということを気をつけなければいけませんね。日本の秋山エリカの演技でした。まあ、今日のこの代々木第二体育館は4100人という大変なお客さんですけれども、はい、まあ、場内の熱気もね、そうですね、大変なんですね。投げる前に、まあ、リボが止まりましたね、はい、あれで 0.1 減点、持ち点が 9.675 ですから割合にね、はい、いいところに行けそうなんですが、途中リボンを足に引っ掛けました。あのあたりの減点がどう響きますか？これ急にですね、向きを変えすぎと、はい、やっぱりターンの時にね、引っ張る時に、あ、そうですね、完全にですね、あの向きが急激に変わりすぎですね、そういった引っ張りが甘いというのと両方、瞬間であれだけのミスにつながるわけですから、そこでも 0.2 は減点しなきゃいけませんからね。なるほど。